果たして木村勝かマリガン勝か、決勝リーグ60分一本勝負です。スリーパーホールドに入ろうというラッシャー木村。決勝リーグ戦、事実上の優勝戦になりました。木村とマリガン60分一本勝負です。首4の字です。ラッシャー木村、木村は A ブロック予選リーグで6勝1敗。この木村の1敗というのは小林に敗れた1敗であります。一方の B ブロックからこの決勝リーグに登場したブラックジャックマリガン、これまた6勝1敗、この1敗は草津に敗れた1敗であります。4の字からマリガンの額をマットに叩きつけております。ラッシャー木村、ロープに逃れましたブラックジャックマリガンです。アベルキリーのホイッスルが鳴っております。反則攻撃を続けておりますブラックジャックマリガン、その腕を逆に取りました木村。ちょっとマリガンが何か体勢の中から出そうとして場内からわーっという声援が起こっております。Go!
ナリガンの腕を決めております木村。去る9月8日に幕を開けました第5回の IWA ワールドシリーズ、いよいよ最終試合に入っておりますブラックジャック・マリガンとラッシャー・木村の一戦でやります。先週ご覧いただいた草津アンダーソンの決勝リングは、結局両者危険、試合続行不可能失格ということになりまして、この決勝リングの木村マリガンの試合が事実上の優勝戦となったわけであります。今晩も国際プロレスの吉原社長の解説でお送りしてまいりますが、まあ、吉田さん、草津が惜しいことをしましたよね。はい、そうですね。まあ、そうなりますと何としてもこの木村に頑張ってもらいたいですね。はい、そうです。まあ、木村にとってもめったにないもうチャンスですからね。はい、このチャンスをぜひともものにしてもらいたいですね。まあ、しかし外人側の方からはやはり予想通り優勝候補であろうと言われていたマリガンがやはり残ってきましたね。まあ、これはまあ順当な戦だったんですね。はい、第1回第2回がビル・ロビンソン、そして第3回がモンスター・ロシモ、第4回昨年がストロング・小林、そして今年の第5回の IWA ワールドシリーズ優勝は木村かマリガンかですが、木村が額を割った、鉄柱に額をぶつけまして木村の額が割れております。凄惨な試合になりましたワールドシリーズの優勝戦。はい、まあ、木村も最初から気合入ってますからね。はい、特に今日本人選手もみんな総出で応援してますから、最に攻撃を加えますブラックジャックマリガン。場内から物が投げられております。興奮したお客さんが空き缶か何かを投げております。これ危ない、まあ、しかし吉田さん、お客さんもね、この、はい、この間の草津それからアンダーソンの試合でもって、ブラックジャックマリガンがセコンド役について、このマリガンのせいで結局草津が危険ということになってしまったわけですからね。それを知っているだけに場内から興奮したお客さんから物が投げられております。しかし木村の出血はちょっとひどい、木村の出血はひどい。その額に容赦なく攻撃を加えておりますブラックジャックマリガン。まあ、ご存知の通りブラックジャックスという大変な暴れっぷりを発揮いたしましたこのブラックジャックマリガンであります。まあ、ランザとのコンビは解消したというもののシングルマッチでもってかなりラファイトを展開しておりますこのブラックジャックマリガン、その本領発揮でやります。さあ木村の表情ちょっと苦しそうだ。この試合も60分一本勝負です。一本勝負、まあ、長引くとちょっと癖になりますねか。はい、あーと逆に一本勝負だ。いや、木村がマリガンの額にかぶついております。木村を怒らすと怖い。マリガンの額が鉄柱に当たった。大変な試合になりました。小林の顔も見えております。決勝リーグに登場できなかったストロング小林、今日は同じ日本人ラッシャー木村のセコンド役についております。木村とブラックジャックマリガンの凄惨な試合になった決勝戦であります。マリガンも額を割っております。木村が椅子を持ち上げた。マリガンに攻撃を加えます。優勝戦になりました。まあ、予想外だったですね。はい、まあ、しかしそういった意味ではこの両者というのは、はい、さ、こういう荒っぽい試合というのはいわゆる慣れているといいますかね。まあ、こうなるともう気力ですからね。そういうことですね。マリガンの額が容赦なく手中に当たります。マリガンもグロッキー、目がうつろになっております。木村チャンス、予選リーグ6勝1敗同士で決勝リーグに進出したブラックジャックマリガンとラッシャー木村ですが、マリガンが何か取り出しております。何か狂気のようなものを手に入れたような感じがしましたけれども、パンチ攻撃で殴りつけた。
まだ場内のお客さんから物が流れております。場内興奮のるつぼと化しました。第5回 IWA ワールドシリーズの優勝戦であります。勝った方が優勝。ブラックジャックバリガンからッシャー木村か。木村の急所打ち、あとまた場内から空き缶が投げられている。バリガンをロープへ飛ばした木村、木村のコブラツイストだ。木村コブラツイスト、リング中央でコブラツイスト。さあこれはバリガン逃げるのは難しい。木村のコブラツイスト、リング中央です。額からも血がまるで汗のように流れ出ております。ラッシャー木村、サミングで逃れた。バリガンサミングでピンチを逃れました。まさに死闘になりました。マリガンとラッシャー木村、気力と気力の勝負です。容赦なくパンチ攻撃で殴りつけておりますブラックジャックマリガン。木村も反撃、チョップ攻撃です。さらに水平打ち、マリガンもグロッキーだ。フォーリー持っていった木村、どうだ。あーっとカウントわずかに一つです。まあ吉原さん、両方ともグロッキーですね。さあ今度はマリガンがホールに持っていきます。これも一つで返しました木村。もう体力の限界ギリギリまで、そんな感じのさえするこのマリガンと木村の死闘でやります。もうどっちももう真正面からもうぶつかり合ってますよね。はい、帰り噛みつきますブラックジャックマリガン。木村かマリガンか、優勝はどちら。あっと木村が場外転落。実用の優勝戦になりました木村対マリガンです。まあ、特にこの木村には草津の分までも頑張っていかなきゃいけませんからね。そうですね、はい。また何か狂気を持っているようですブラックジャックマリガン。その名の通り黒一色に統一しておりますブラックジャックマリガン。一方もこれまた黒、ラッシャー木村。確認しておりますレフェリー阿部治。もう場内興奮したお客さんが立ち上がっております。さあイケイケという声援は場内から。サミング攻撃を続けますブラックジャックマリガン。ああ木村ちょっと目が見えない、木村ちょっと目が見えません。マリガンのサミングです。木村ちょっと分が悪い、ロープを使っておりますマリガン。
ーナーへ飛ばした木村。さあマリマンもグロッキーの様子を見せておりますが、確かに石原さん、華麗な動きのあるスピードに富んだテクニックの豊富なレスリングも一つの形態ではあるけれども、こういうふうに真正面からぶつかって肉体と肉体がこう本当にぶつかり合う、これもプロレスの一つの魅力の一つですね、はい。こういうところに木村の瞬間が発揮されますよね。なるほど、はい。そういった意味では木村ペースと言えるのかもしれませんが、やはり相手のブラックジャックマリガンの方もこういったラファイトにかけましてはもうお見せやません。もう非常に年季の入ったラファイターでありますので、これはまあどちらとも言いかねます。また場内から空き缶が投げられております。下手にああいうものが場内に投げられますと誰か狂気になりますのでね、はい。特に今言えることはですね、井上とか寺西とか若手の台頭というのはすさまじいものありますからね、はい。現場は草津の小林の相手も反感しておられないんですよね。なるほど、はい。ですから特に今このチャンスを島根にも絶対ものにしてもらいたいですね。チャンスをつかむことができるかどうか。ロープへ飛ばした木村。さあフォールに持っていった、決まったか。2つです。カウント2つです。もうリングの外からは井上あるいは寺西、小林、田中、もうみんなの顔が見えます。マリガンのボディスラン。さあロープ最上段に乗ろうというマリガンです。起き上がりました木村。さあこれを抱え上げて投げ捨てました。さあ木村今度はブルドッキングヘッドロックに行った。フォールに持っていきます。さあどうだ、これもダメ。ここでもう叩き込まなきゃダメですね。はい、木村ペースを掴んだ。さあそのまま逆にパイルドライバーに行きます。木村パイルドライバー。さあ今度は決まったか、これまだ決まらない、まだ決まりません。マリガンも頑張ります。優勝をかけましたラッシャー木村ブラックジャックマリガン。マリガンの手袋を奪いました木村。狂気をその中に入れてパンチ攻撃。木村ペースを掴んだか。ロープへ飛ばした十字チョップ。これはカウンター気味、鮮やかに決まりました。木村チャンス、もう一回ロープへ飛ばす。今度はチョップ攻撃、喉元。さあここは木村チャンスです。スープレックスの体勢に入りました。これを嫌っておりますマリガン。さあ木村のスープレックスだ、ラッシャースープレックス。さあ今度はどうだ、カウントは3つあった。いかないいかないいかない、あとわずかいきません。木村チャンスが続きます。もう一度ラッシャースープレックスに集め、今度は決まったか。木村優勝、ラッシャー木村優勝です。頑張りきりましたラッシャー木村。第5回 IWA ワールドシリーズはラッシャー木村の優勝であります。胴上げが行われます。
昨年優勝の小林の顔、それからマイティー井上、原西勇。